美味しいグルメを待っている人たちのために、どんな時でも全力でこだわりの料理を届けようと頑張っている飲食店の皆さん、そんな皆さんを桃太郎ジャーニーは応援しています。頑張れ飲食店、こういう時こそテイクアウトとデリバリーを楽しもう。休むことで戦ってみようかって。黄金色に輝くスープ、あっさりとしていながら鶏ガラの旨味といりこの香りが口いっぱいに広がる中華そばです。岡山市南区の山金は5月1日から休業に入ります。5月の1日から20日まで休もうと思ってます。もちろん感染拡大防止のための決断です。この20日間っていう休みですね、創業75年初めてだと思います。だからすっごい勇気はいりました。だけど皆さんがそうして戦ってらっしゃる、だから閉めることによってこの一つでも抑えることができるんだったら、それも休んだ一つの目打ちかなって。20日間お客さんに会えないのは寂しくないですか？一番寂しいじゃないですか、それが。だけどその間皆さんも体に気をつけてくださいよとか、コロナに負けないでくださいよ、今までは山木のラーメン食べてくださってたからコロナも逃げてたんですよねとか言ってちょっと雑談させてもらいますけど、でもやっぱりお客さんと会えないっていうのがすごい寂しいかな。それでもお客さんのために何かしたいという池上さん、連休中は4日間テイクアウトの方にできるだけお客さん の気持ちに添えたらいいなということで、持ち帰りのとりあえず準備をさせていただいてお電話をお待ちしています。お約束の時間にはうちから車の方に出来上がったものをお持ちするっていう形で、できるだけ接触時間を短くしてお渡ししたいなって。ヤマキンのテイクアウトはお家で調理するタイプ、ひとまず連休中の4日間のみの販売ですが、状況によって延期も検討するそうです。